タスミンです。今日は初心者が副業から月100万稼ぐロードマップを完全解説します。この動画1本だけ見ればこれから何をやれば稼げるようになるか完璧に理解できるんで、自分も変わったるからなくらいの勢いで血眼になってみてください。もう一回言います。これ1本で完璧です。まあそんなこと言ってもタスミンさん、月100万ってワード聞き飽きたわ。もうほんまにそんな大金自分に稼げるんかい。凡人に稼げるイメージが全くわかへんと思ったかもですね。ほんまそれですよね。正直ネットでビジネスとか自分でも怪しいと思いますし、7年前に実際にやるまでは詐欺に決まってるとか思ってました。僕も最初コンサルで100万下げられたんですけど、7年経って今は業界が非常にクリーンになってます。誠実な人しか生き残れないようになりました。おいお前下げられたんかいとかいろいろ思うことはあると思いますけど、結局副業チャレンジしてよかったーっていうのが本音です。正直怖いです。触れもせず怪しいと決めつけて行動せんかったら、行動して努力した人は大金持ちになって、自分は会社と家の往復だけして浜の贅沢もできひんような惨めな人生を送る別の未来が待ってたかもなんです。それ考えたらあなたも行動せず後悔するの嫌ですよね。でも何からやったらいいかわからんねんって思いますよね。そんなあなたのためにこの動画作りました。実際今日話すのは僕が起業して4ヶ月で月100万稼いだロードマップです。これが今日の目次なんでさらっと確認しといてくださいね。今まで2000人以上の受講生にビジネスを教えてきたんですけど、完全初心者から安定して月100万以上稼げる人をこのように死ぬほど量産してきました。しかも今年1月には月収1931万円、7月に3147万円稼いだ再現性マックスの手法を話すので、自分は初心者から無理みたいなマインドのあなたでも絶対に今後の動きが明確になります。安心して最後まで見てもらえれば。他にも僕のチャンネルでは働かずに稼ぐ仕組み作りを徹底解説してるので、投資で資産増やす10倍のスピードでお金と時間の自由作って毎日を夏休みみたいに過ごしたいなら、チャンネル登録もサクッとしといてください。じゃあ早速本題なんですけど、まずあなたが一番気になってるであろう副業を始めたいけど何をしたらいいのってとこから爽やかに解決してから具体的なロードマップ話しますね。結論、まずはアルバイトしてください。嘘です。でも普通に生きてたら本業以外にやれる副業ってバイトとかメルカリで不用品売るとかしか思いつかんってなりますよね。僕も会社員の時は同じような思考しか浮かんでこんかったですけど、バイトしても金額は知れてるし、不用品売っても短期的にしか稼げへんのは目に見えてますよね。じゃあどんなことしたらええと思います？3、2、いやいやそれがわからんのやろがいって思いましたよね。突然のカウントすみません。結論、何からやったらええのかというと、安定して稼ぎ続けられる副業とは何なのかを知って、それを選んで行動することです。別に稼げたら何でもええやんと思うかもですけど、ちょっと考えたらわかりますよね。毎月30万円稼いでいる会社員 A さん、1ヶ月だけ100万円稼いでその後1円も稼げんくなった B さん、一見 B さんの方がすごいように見えますよね。月収100万すげーって。けどこれ月30万稼ぐ A さんにたった4ヶ月で金額としては抜かされるんですよね。短期的に稼げても人生何も変わってへんってことから理解してください。やからまずすぐ稼げなくなる副業に手を出さんことがめちゃくちゃ大事なんです。間違ってもコピーで稼げる1日たった10分の簡単副業みたいなしょうもない楽な手法に逃げたら絶対ダメです。大体詐欺やし、稼げても必ず短期で終わります。じゃあどうすればいいか。安定して稼ぎ続けられる方法とは何かを知らないとあかんってことです。じゃあその安定して稼ぎ続ける副業って何よと思いますよね。結論、ビジネスの本質さえ理解してたら大丈夫です。安定して稼ぎ続けるには人の悩み解決、めんどくさいを解消するという誰かへの価値提供をすることが必須になってます。めちゃくちゃ大事なことなんですけど、実は世の中のビジネスって会社員でも副業でも関係なく全部人の悩み解決、めんどくさいの解消で成り立ってるんですよ。これ理解してるだけで楽して稼げる副業、動画を見るだけで毎日1万円みたいなゴミビジネスには手を出さないので、騙されることもなくなるので安心してください。サラリーマン時代の僕みたいに最短最速で100万達成セミナーみたいなやつにのこのこ言って100万下げられるかもになるんだけはやめてくださいね。ところで、人の悩み解決、めんどくさいの解消、どんなことやればいいんって思う方もいますよね。例えば新幹線って長距離を歩くのはしんどいな、移動距離も速くならんかなという悩みを解決してますよね。最近流行りのコワーキングスペースとかも、カフェだと Wi-Fi 環境がな、静かに仕事したいけど家は家族がいるしみたいな悩みを解決してます。他にも飲食店はご飯作るのめんどくさいとかも解消してますし、コンサルタントは売上伸び悩んでて困ってるという会社の悩みを解決してますよね。最近では片付けコンサルとかで個人の方の家が散らかってしゃあないという悩みを解決する個人の方もたくさんいます。そう、今挙げたみたいにビジネスのすべてはめんどくさいの解消と悩み解決っていう誰かへの価値提供で成り立ってるんです。これ聞くと分かりません？コピペで稼げる、1日たった10分の簡単副業、楽して稼げる副業、動画を見るだけ毎日1万円、これらがゴミやって。なんでゴミか分かります？3、2、1、
そうです。答えは誰の悩みも面倒くさいも解消してないからです。そう、まとめるとビジネスの本質は人の悩み解決、面倒くさいを解消する価値提供で成り立ってて、副業で月100万とか稼ぎたかったらそれができるジャンルを選ばなあかんってことです。でもじゃあ具体的にはどうしたらええのって疑問も湧きますよね。この動画の中で具体的なロードマップとかも話すので、しっかり最後まで見てくださいね。具体的な話に入る前に知っといてほしい知識があるのでそれを話します。ちょっと質問なんですけど、あなたは儲かるビジネスの4原則って知ってます？いやーちょっと知らんわって方も多いですよね。実はこれ知ってるだけでリスクなしで起業できます。逆に知らないと稼ぐのがめっちゃ難しくなるんです。今から教えるのでちゃんとメモして頭に叩き込んでくださいね。ちなみに儲かるビジネスの4原則を満たしてるチートビジネスがあるので、それが何かも後ほど教えますね。そもそも何その4原則ってなりますよね。これはそもそも儲かるビジネスの4原則って言って、ホリエモンこと堀江貴文さんが提唱したものなんですけど、どんなものかっていうと、1少ない資本で始めることができる、2在庫を抱えない、3利益率が高い、4定期的な収入が見込める、これらの要素を満たしてるほどビジネスとして優秀やねんって堀江さんは言うてはります。軽く解説すると、1の小資本で始めることができる、これ普通飲食店みたいに店舗ビジネスやるときって土地買って1から建てる、もしくは空いてるテナント借りて始めますよね。実は初期費用としては超安くても100万円で、広いところがやったら内装とかいろいろ含めて1000万以上かかったりするのが普通なんですね。だから銀行にお金を借りて始めるのがほとんどなんですよね。しかも開業したとしても最初の数年はせっかくの利益も全部借金返済に消える、初期費用も高くて維持費も家賃や人件費みたいにかなりかかります。怖いですよね。もし失敗したら何百万円何千万円の借金だけが残るわけなんで、めちゃくちゃリスキーです。じゃあ逆に今から教えるチートビジネスに関してなんですけど、初期費用がほぼかかりません。ほぼゼロ。すごくないですか？いやなんでって思ったかもですけど、そのビジネスモデルは知識経験を商品にするんですね。なので時間さえかければ商品を作るのにお金はかからんのです。ほぼ0円かかっても数千円でビジネスに挑戦できる時代なんです。飲食店の初期費用1000万とかと比べてみてください。リスクめちゃくちゃ少ない、やから誰でも始めやすいんです。もし失敗したり諦めてもたとしても借金背負うことってほとんどないんですね。だからまだチャレンジできる間にやった方がいいです。次、2の在庫を抱えないに関してなんですけど、まず在庫を抱えるビジネスって何があると思います？飲食店とか本屋さん。それも確かに正解です。例えばヨドバシとかヤマダ電機みたいな家電量販店とかコンビニ、スーパー、あとはアパレルなどが在庫を抱えるビジネスです。これ簡単に言ったら、売れ残ったらマイナスが出るっていうリスクが常につきまとうビジネスなんですね。その代わり大量に作ったり大量に仕入れることで利益率を高めたり大きい売り上げを上げられるんです。他にも欲しい時に必要な商品が置いてあったらお客さんがリピーターになってくれますよね。だから安定した売り上げを出すことができるっていうメリットがあります。でも正直デメリットの方が多いんです。これ結構やばいんですけど、食品も家電製品も商品が劣化してもたり売れんくて価値が下がっちゃったら値下げして売るか廃棄するしか道がなくなるんですよね。そうなったらどうなると思います？大量に仕入れて出た利益があっても売れ残りのせいで赤字にコロッと変わる場合があります。それだけじゃなくて他にも商品置いとく場所確保したり品質保つための温度管理が必要なんですよ。営業する店舗の維持費とは別にそこでも家賃や電気代みたいなランニングコストがかかってくるんですね。めっちゃ怖くないですか？逆に今回教えるチートビジネスは在庫を抱える可能性がゼロです。え？なんで？って思いますよね。なんでかというと、注文が入ったら商品をお客様にお渡しするだけやからです。一回商品作ったらその後維持費もかからんので、もし売れんかったとしてもマイナスを抱えることはないんですよ。じゃあ次、3の利益率が高いに行きますね。例えば個人がカフェやるとしたら、だいたい1000万の売り上げに対して仕入れ代や人件費、家賃とか引いた後に手元に残る金額って平均50万ぐらいって言われてます。え、やばくね？残らなさすぎちゃうって思いましたよね。僕もこれを知った時はそう思いました。でもこれが現実で、個人がカフェ始めて1年以内に潰してしまう可能性って10人中9人ぐらいのレベルらしいんですよ。逆に今から教えるチートビジネスに関しては仕入れ代とか人件費みたいな維持費がほとんどかからへんので、1000万売り上げたら900万も残ります。やばい。カフェと同じ1000万の売り上げなのに手残りが10倍、どう考えても頭おかしいです。じゃあ最後、4の定期的な収入が見込める。サブスクってわかりますよね。会員制のジムとか Amazon プライムの会員、 Netflix、 Apple Music みたいな月額費のサービスのことです。それこそ今から教えるのはオンラインで展開するビジネスなんで、金婚の西野さんやオリラジのあっちゃんがやってるオンラインサロン、メンタリスト DAIGO さんがやってる D ラボ、他にも Netflix みたいなのが利益率 90% のチートビジネスをサブスクモデルにしたやつです。他にもこの後紹介するツールを使って商品が自動で売れる仕組みを作ってしまう。これで集客活動さえしてたら安定して売り上げも立つようになります。僕がやってるのがこの自動で売れる仕組みを作るなんですけど、5年前に仕組み作ったおかげで自分の商品がずーっと
と毎日5から20万売れ続けてるし、最近では54万の高単価商品も買わせてくださいって問い合わせが来るようになってます。だから毎日朝早く起きてパパッと1時間だけ仕事したら、あとは大好きなパートナーや8頭のワンコとダラダラしててもいいし、サウナに行ったり買い物したり、おかんとの親孝行もし放題になりました。だから皆さんも副業やるときは資産性がある自動化できるビジネスを選ぶようにしてください。そんなんどうやってやんねん、引っ張りすぎやねん、さっさとチートビジネスが何か教えんかい。すみません、お待たせしました。じゃあさっきからチート言ってるやつは何かというと、コンテンツ販売です。これこそが商品制作費激安、利益率 90% 以上、在庫リスクゼロ、安定した収入の儲かるビジネスの4原則全部満たしとるエッグイビジネスモデルです。そもそもお客様の悩み解決の手段、つまり情報を動画などでパッケージ化してオンラインで販売する、これがコンテンツ販売なんですね。実は本や塾、料理教室、英会話教室も同じくコンテンツ販売の一種です。あなたが過去に解決した悩み、その悩みを解決するためにやったこと、実際に結果を出せた時のノウハウだったりをまとめる。で、再現性を高めるために本から学べる情報や専門家が出してるデータとかと掛け合わせる。たったこれだけで商品が完成するんです。できるだけコンテンツができるまでのロードマップを分かりやすく言ったら、ノウハウをまとめてスライド資料を作る。そしたらそれを画面録画しながら話して動画に収録する。これで教材、つまり商品が完成しちゃうってことです。この完成した商品を、悩みを今抱えてて解決したい人に対して提供する、これがコンテンツ販売なんですよね。じゃあ商品作って売るわ、バイバーイって動画閉じたらマジでミスるので、間違ったやり方せんためにも最後まで聞いてくださいね。ちなみに概要欄のリンクから LINE に登録してもらったら、コンテンツ販売はもちろん商品の作り方、売り方すべて無料で学べる13個のプレゼント渡してるんで、気になる人は登録しておいてくださいね。さて、ここまで見てくれたら、コンテンツ販売がチートビジネスっていうのを分かってもらえたと思うんですけど、そんなチートを使ったのに1ミリも稼げんまま諦めちゃう人っていうのがめちゃくちゃ多いんですよ。でも安心してください。あなたは今この動画見てるので、そんな諦めちゃう人とは無縁の結果が出る人の行動パターンまで網羅できちゃいます。逆に稼げない人がやっちゃいがちなことがめっちゃいっぱいあります。めちゃくちゃ頭いい人でも、副業とかビジネスになった途端、急になんでそんなことするんっていうレベルの意味不明な行動をしちゃう人がほとんどなんですよね。なんでやと思います？答えは、新しいことをするときはどんな人でも赤ちゃんと一緒やからなんですね。例えば東大行けるぐらい頭が良くても、恋愛になったら急に異性に嫌われちゃうような発言ばっかりしちゃう人ってめっちゃいますよね。それと一緒で、物事には何でも成功法則みたいなもんがあるんです。ビジネスでも全く同じで、正しいやり方知らんかったらいつまで経っても1円も稼げんし、なんなら楽な方に逃げて詐欺られてむしろ借金を負うみたいな人もいっぱいいます。どんだけサラリーマンで優秀な成績残してたとしても、起業した瞬間ポンコツになっちゃう人って結構いるんですよ。せっかくお金稼ごうと思ったのに、むしろお金減ってるやんみたいになりたくないですよね。ミイラ取りがミイラになるみたいなもんですもんね。じゃあそうならないために、副業挑戦するときに絶対にやらないでほしいことを3つ教えます。結論、自己流でやる、商品の安売りをする、目先の利益を追求する、この3つだけは絶対にやらないでください。1個でもやった瞬間、あなたの失敗が確定します。どんだけ頑張っても絶対に報われへんみたいな無限地獄が待ってます。それだけは回避したいですよね。じゃあちゃんと聞いてくださいね。まず1の自己流でやるなんですけど、基礎中の基礎です。って何億回言っても守らず自分でやっちゃう人がほとんどなんですけど、結果出てる人見たことないです。はぁ、どうせ商品買ってもらいたいからポジショントークしてるんやろって思うかもなんですけど、昔から縛りっていう言葉あるん知ってます？何かに精通してるプロでも、新しいことを学ぶときはこの縛りを守らんと絶対に極められへんよ、そもそも結果すら出されへんよって言われてます。剣道とか茶道で修行における段階を示したもので、もはや天才以外誰も抗えない世界の法則です。この縛り、守る、破る、離れるの3つのステップから成り立ってて、教わったことを徹底的に守って実践するのが主で、ここでは一切の自己流を入れたらあかん、失敗するよって言われてます。結果を出せて初めて自分に合ったやり方を模索するのが歯です。なぜかほとんどの人はここからやり出して一生間違った方向に歩き続けるんですよね。北海道を目指してんのに沖縄方面に歩いてるみたいな。だから自己流は自己流って言われてます。さて、その次にリーなんですけど、ここでやっと師匠に教わったことから自分の型を生み出して独自の流派を作り出せるんですよ。やっと自己流でやっていいよってステージなんですね。結局何が言いたいんってなるかもですが、結論、副業であろうが結果を出したければ稼いでる人にお金を払ってでも学べってことです。僕は今まで2000万以上人に払って教わってるんですけど、もちろん詐欺師にも騙されたりしましたよ。けど今では合計4億7000万も稼げてます。2000万知識に投資したら24倍ぐらいになって返ってきてます。しかも知識なんで一生使える。そう考えたらコスパいいですよね。去年の年末にも100万使って動画マーケティング学んだんですけど、2ヶ月後にセールスなしで1900万稼げました。ほんと自己投資ってコスパ
パ最高です。だからあなたもお金を稼ぐならちゃんと知識投資した方がいいですよ。もちろん自己流でも無理ではないですけど、真っ白の地図を見ながら目的地に向かうような果てしない努力をすることになると思います。さて次に2の商品の安売りをするなんですけど、例えば副業をやるって聞いたらかなり多くの人が転売を選んだりするんですけど、まさにこれが修羅の道です。え、初心者でもすぐに稼げるんやからいい副業やん。転売ってみんな結果出してる印象あるけどとか思うかもしれないですけど、それはいい部分しか聞かされてないだけです。いろいろ聞いていくとめちゃくちゃ苦しいですよ。クレカの枠パンパンに使ったのに売れずに在庫抱えて赤字、しかもそのまま資金難で終わるみたいな、めっめっちゃ見てきました。そもそも転売って初期費用がかかる副業ですよね。例えば1万円で商品が売れたとしても7000円が仕入れ値だったら3000円しか利益にならんし、この動画のテーマである月収100万を達成するってなると334個売ってやっと100万円です。気が遠くなるような数字ですよね。正直7年ビジネスやってきた僕でも無理です。というか効率悪すぎてやらない選択肢しかないです。単価が低いものを扱ってる時点で月収100万という夢の数字からは遠のいてることを分かってほしいです。でコンテンツ販売でも同じく安売りをする人がほとんどなんですよ。せっかく仕入れもないからほぼ0円で始めれるのに、作った商品をノートとかブレイン、チップスみたいなところで3000円とか5000円で安売りしちゃう。これも最悪です。買っても実践しないクレーマー気質なお客さんしか来ないし、5000円とかで売ったら200人に買ってもらってやっと100万円ですよ。じゃあどうすればええのってなりますよね。答えはシンプル、単価を高くするんです。そもそも5000円とかで売らない、10万以上、30万とか50万で売るんです。例えば30万の商品何個売れたら100万超えます？4個で120万、たった4個です。5000円なら200人に売れてやっと100万、30万ならたった4人で100万超え。だから安売りはあかんのです。200人に売るのは無理ってなっても4人なら頑張ればできそうちゃいます？いやいや待って、そもそも高単価で売るの初心者には無理やろと思いますよね。それができちゃうんですよ。この前回の動画、知識スキルゼロの初心者でも稼げる魔法の3ステップでも話したんですけど、高単価で商品を売るためには商品のパッケージ化をせなあかんのですよ。これどういうことかというと、ただ情報をコンテンツ化して渡すだけじゃなくて付加価値をつけるってことなんです。わかりやすく言うと、情報のパッケージ化は悩み解決の情報を動画コンテンツ、音声コンテンツ、文章コンテンツ、 PDF コンテンツ、 Zoom でのオンライン講義、質問相談、添削サービスみたいないろんな方法でお客さんの悩み解決のサポートをしてあげるっていうことなんですよ。人は調べてもわからない悩みを解決したいから商品を買うんですね。だからサポートをつけて確実に得たい結果を得られるなら高額でもサービスを受けるんです。ダイエットやったらライザップとか100万でもバンバン売れたりしてましたよね。だから欲しい結果が得られるなら人はお金を惜しみなく払います。でも最近はもう無料で情報を得られるやんって思うかもですけど、確かに得られますよ。でもね、残念ながら正しい情報は 99% の人は得られてないんです。そう、なんで情報は無料でたくさんゲットできるのに調べても悩みが解決しないのかというと、行動の仕方がわからないから、断片的なノウハウしか得られないから、根本的に情報が間違ってるからみたいなことが理由なんです。所詮無料で転がってる情報なんて根本的な解決まで導いてくれやしないんですよね。だからサポートしてもらうプラス正しい知識があって初めて何事も結果って出せるんですよ。だからあなたが高額で商品を作ったとしても、今話したようなサポート付きサービスなら本気で解決したい人は買ってくれるってことです。だからあなたも今まで自分の作ったコンテンツなんて売れるはずないと思ってたかもですけど、お客様の悩み解決をできるようにサポートとかつけてパッケージ化すればバンバン売れるようになるんですよね。そしてこのやり方を実践している僕の受講生のやっさんは、たった500フォロワーで50万円の商品をリリースして4日目にして制約、2ヶ月で300万円の売り上げを出されました。結局どんな初心者でも低単価に逃げるか、お客様のこと考えた結果自信を持って高単価で売ってサポートするかで未来が変わってくるんです。むしろお客さんにも感謝されるんで、安売りはいいことないですよ。ほんまに必ず安売りはせず高単価商品を扱いましょう。じゃあ3の目先の利益を追求する、これが稼げない人が一番やらかすことなんです。は？目先の利益がないと生活できへんやろと思いますよね。確かに利益は大事です。ただ僕が言いたいのはお金のことだけしか考えずに稼ぐのがやばいってことです。なんでこんなこと言うんかっていうと、今まで2000人以上の人見てきて、お金お金ってギラついたり、とにかく稼げたら何でもええねんってお客様ないがしろにしたやつ全員消えてるからです。ビジネスっていうのは大前提、人と人で成り立ってるのは分かりますよね。そしたらいいものを提供してお客様が買ってよかったって喜ぶ、こんなウィンウィンじゃないとうまいこといかんのですよ。とにかく売れたらええねん、客から絞り取ったれみたいな、あくまでも乗り移ってんちゃうのみたいな人って一瞬であいつやばいやつっていう悪い口
口コミが広まるんで、どんだけ営業うまくても徐々に売れんくなっていきます。なんせ最近は SNS 使ってる人多いですし、買う前に調べてから決める人ってめちゃくちゃ増えてます。やから調べてやばいやつって出てきたら誰も買わんのですよ。逆に僕はもちろん、僕がビジネスを教えてる受講生とかは、お客様に成果を出してもらう、お客様の人生を良くするために尽力するって考えで仕事してるんで、世の中に出すものは質のいいものだけで、微妙なものは絶対出さないようにしてます。その努力の積み上げが信頼につながって、長い目で見て稼ぎ続けれる人になれるってわけです。月100万単発で稼げても何もすごくないです。100万でも100ヶ月続けてやっと1億ですから、自分の人生安定させるためにも稼ぎ続けるって思考をめっちゃ大事にしてほしいですね。だから目先の利益は追わないように、お客さんのこと第一で仕事してください。これは副業だけじゃなくて会社員も同じですからね。そんなこと言ってもお客さんに成果出してもらうってどんなことしたらいいんよ、自信ないよってなる方もいると思います。なのでどんなサポートをしてあげたら顧客の成果につながるのかを端的に3つ紹介すると、1つ目は管理するです。管理めっちゃ大変やん、無理、待ってください。管理されるように感じる施策を取るんです。僕の講座やったらタスク管理シートっていうのを入会後最初に提出してもらうんですけど、いつまでに何をやるかを僕も知ってる状態なんで、受講生は管理されてる気持ちになるんですね。あとはコミットしちゃったしやるしかないと一貫性の法則が働くんで、結果自分で決めたタスク期限も守ってくれて成果につながるっていうわけなんです。2つ目は動画音声で返信する。僕の講座ではこれを徹底してるんですね。動画とか音声って大変じゃないと思うかもしれないんですけど、正直こっちの方が楽なんです。だって毎日10件以上もいただく質問相談に文章だけで回答してたら、毎回1000文字とか2000文字書かないといけないので、めちゃくちゃ疲れますし、やっぱり文字だけやと細かい部分まで伝えるのめちゃくちゃむずいし、結果認識に齟齬が生まれてしまうことにもなるんですよね。しかも音声動画で返信するとお客様からは大変なのにありがとうございますと言っていただけ、お客様自身のモチベーションもアップしてめちゃくちゃ行動してくれるようになります。だから動画や音声で質問に回答してあげましょう。3つ目は受講生のマインドを整える。なんやマインドかって軽視しちゃあかんのですよ。これが人って考え方が変われば行動が変わり、行動が変われば人生が変わるようにできてるんですよ。なので受講生はモチベーションが下がった時の対策法を知らないと、そのまま諦めてやめちゃったりするんですよね。ましてや初心者なら余計にそうなっちゃいます。なので僕の講座の動画コンテンツは第1章で最初にマインドを叩き込んでますし、定期的にサポートグループにマインド音声や動画を投下して受講生が自分の機嫌を自分で取れるようにしてます。その結果諦めそうになってる受講生もまた再起して行動してくれるようになったりするんですね。そういった意味でもマインドの管理もこちらでしてあげるのが大事なんですよ。とりあえず3つの施策を教えたんですけど、こうやって受講生のサポートに尽力することで本当にありがとうございますって言ってもらえたり、いいレビューがもらえたり、受講生が結果出して口コミで広がっていったりするんですよ。長い目で見てメリットもあるし、仕事のやりがいもあるんで毎日楽しくなりますよ。ぜひやってみてください。じゃあいよいよ実践的な話をしていきます。今日教えるのはコンテンツ販売っていうオンライン完結のビジネスで自動で売れる仕組みを作って、働かずに月100万安定的に稼ぐロードマップです。僕はコンテンツ販売×自動化って呼んでます。覚えておいてください。この流れ実践して受講生のゆきさんも初心者ながら13万稼ぎ、大沢さんも月45万から390万の約9倍に収入が伸びました。まず全体像を伝えますね。1、自分が今まで解決した悩みを全て書き出す。2、売る商品を決める。3、商品を作成する。4、売れる仕組みを作る。5、信用を積み重ねて集客する。この5ステップで売れるようになります。たったこれなんですけど、今やること多くない、自分にできるんかなって不安になりましたよね。わかりますよ。やる前って難しそうに見えたり、自信ないからできる気せんのがもう当たり前です。昔の僕もそうでしたけど大丈夫です。人ってうまいこと作られてて、挑戦して行動してたら自然と当たり前にできるレベルまで成長するんですよ。だから安心して話聞いて挑戦してみてください。学びは一生もんです。これから一つずつ解説していくんで、時間無駄にしたくなかったら途中でゲームしたりテレビ見たりせんと、集中してメモ取りながら聞いてくださいね。この動画さえ何回も見てれば、絶対に一切の遠回りせんと最短ルートで結果出す方法が分かるようになるんで。じゃあまず1の自分が今まで解決した悩みを全て書き出すなんですけど、なんでこんなことせなあかんのってなりましたよね。そもそも皆さんこんなこと思ってません？商品作るのは分かったけど、自分には得意なこともないしな、何のスキルもないから価値提供なんかできへんわ。それを一撃で解決するのがこのステップです。僕の受講生でも特に知識もスキルもないんでどうしたらいいでしょうかみたいな方いたんですけど、紙とか iPhone のメモ帳に今まで解決したことがある悩みを全部書いてもらったんですよね。そしたらどこがやねん、めっちゃいろんな人に役立つノウハウ持ってるやんってなったんですよ。どんなんが出てきたかっていうと、60キロあった体重を半年で51キロまで減らしてリバウンドしなくなった。毎日残業2時間してたのに業務を効率化したら残業どころか就業時間2時間前に仕事が終わるようになった。もともと地方の劇団に入っていたので演技指導で喜ばれたことがある。こんな感じでした。この3つだけって思うかもなんですけど、ダイエット
ってめちゃくちゃみんな悩んでますよね。残業悩んでる人多いですよね。じゃあ最後のはって思うかもなんですけど、僕みたいに YouTube で発信したりしてる人は演者力が必要なんですね。でもどこで学んだらええかわからんくて、ずっと棒読みみたいになって再生数もチャンネル登録者も伸びへんみたいな悩み抱えてる人いっぱいいるんで、実は需要あるんですよ。そう、こんな感じでこの受講生が解決した悩みとか書き出してもらったら売れる商品作れるぞっていうのが分かってきたんです。可視化するって大事なんですよね。だから皆さんも売れるもんないわって決めつけずにまず書き出してみてください。でもさ、必要とされてるとかわからんくないと思いますよね。ここでステップ2の売る商品を決めるなんですよね。いや、だから売る商品決めるにも必要とされてるかわからんのよってなると思うんですけど、落ち着いてください。ここで市場のリサーチをします。つまり必要とされてるかどうかを判断するってことです。で、必要としてくれてる人がおるってわかったらそれを売る商品にする。それがこのステップなんですね。じゃあリサーチの仕方なんですけど、さっき書き出した自分が解決したことある悩みを見ながら Google、Yahoo 知恵袋、X、このあたり開いてみてください。そしたらあなたが書き出した悩みに関連するワードで検索するんですよね。 Google 先生やったら同じテーマで広告出してる人がおるかどうかが基準。 Yahoo 知恵袋だったら同じような悩み持ってる人が一定数いるかどうかが基準。 X やったら同じテーマで教材販売してて売れてる人がおるかが基準になってきます。レッツリサーチです。ここで生き残ったテーマを売る商品に決めていきます。え、でもそれだけで決めるの安直やないって思うかもなので、もっと確実な方法を教えますね。ここで便利なのがこれ、ハームの法則です。なんやそれって思いますよね。簡単に言えば、昔からずっと多くの人が悩み続けてるジャンルです。ハームは4つの単語の頭文字を並べたもので、 H がヘルス、健康、美容、容姿ですね。 A がアンビション、将来とか夢、キャリアです。 R がリレーション、人間関係、恋愛、結婚とかですね。そして M がマネー、お金の悩みです。あれ、これみんな何かしら抱えてる悩みやと思いません？しかもお金を払ってでも解決したいような緊急性の高い悩みなんですね。じゃあさっき書き出すって言った解決したことのある悩みありますよね。それと照らし合わせてみてください。このハームの法則のどれかに当てはまったらビンゴ。めちゃくちゃ市場が広いのでお客さん取り放題です。いや、ちょっと待って、市場が広いってことはそこでビジネスしてる人も多いんちゃうのって思いますよね。はい、その通りです。いや、その通りですやないねん。まあまあ落ち着いてください。ブルーオーシャンとかレッドオーシャンとかの話ですよね。ブルーオーシャン戦略って言葉聞いたことありません？あるよって人も多いと思います。これ、競合が少ないニッチな市場を狙いに行くという成功しやすいと言われてる戦略なんですけど、正直僕からしたらブルーオーシャンを選ぶことこそ地獄の入り口なんです。なんで？本にも書いてあるような定番の戦略やんって思うかもですけど、ブルーオーシャンって確かに市場はガラ空きかもですよ。けどその市場自体が狭すぎるとか顧客のニーズがないとかだったらどうするんですかって話です。せっかく苦労して商品作っても誰も必要ないやんってなる可能性が高いんですよね。じゃあコンセプト作り込んだらええねんと思う人もいるかもですけど、そんなの何店舗も作ったオーナーとかみたいな経験値ある人にしかできないんですよね。だから今日は初心者でも再現性の高い、さらに現代に完全にマッチした最強の戦略を教えますね。ブルーオーシャンは青い海で空いてる市場、逆にレッドオーシャンは赤い海で競合まみれの埋まってる市場なんですけど、僕としてはこのレッドオーシャンこそ最も参入すべき市場だと確信してます。え、競合まみれの市場に今から参入？アホなんって思いますよね。そんなライバルしかおらへん赤い海を敵なしで泳ぎ切る方法があるんですけど、知りたいですか？これは経験者の方にもかなり有益な話だと思います。めちゃくちゃなこと言ってるように見えて根性論じゃなく論理的な戦略なんで、すぐに使ってみてくださいね。結論、レッドオーシャン、つまりライバルまみれの海に入っていけというのには理由があります。なんでやと思いますか？差別化したらまだまだ枠が空いてるから。惜しいんですけどちょっと違います。自分ならやれるから。勢いはいいですが違います。答えは市場が存在するってことが事前に分かってるからです。え、でもさ、そんなん突っ込んでも勝てるわけないやん。そう思いますよね。それが勝つ方法があるんですよ。赤い海を青い海に染めちゃう方法が。それがファン化です。ファンを作ることで競合となる他のビジネスマンや企業には目もくれず、あなたの商品を選んでくれるようになります。僕だってこのレッドオーシャン戦略をやってるんですよね。コンテンツ販売なんて発信してる人山ほどおるのに、僕を選んでくれる人がたくさんいらっしゃる。これなぜかというと、ファンを作ってから商品を提案してるからなんですよ。皆さん、好きな YouTuber がおすすめしてるガジェットとかあったら他と比べるとこもなく Amazon とかで注文したことありません？それってなんでですか？その YouTuber のファンだからとか信頼してるからですよね。だから皆さんも同じく僕みたいに発信してファンを作って商品を販売すれば、誰かと比べられることなく購入してもらえるんですよね。だからレッドオーシャンを選ぶ、つまりハームの法則に当てはまったジャンルを選んだ方がいいんです。この辺もっと詳しく知りたかったら概要欄の LINE から特典受け取ってください。全部無料で徹底解説してます。じゃあ売る商品決まったら3の商品を作成するに進むわけですけど、どうやって作ったらいいとか全
全くわからんですよね。なのでここまで真剣に見てくださったあなたのために、コンテンツ作成完全成功ロードマップ、僕だけじゃなく僕の受講生も未経験から2ヶ月、他にも3ヶ月で商品完成させた方法を教えます。しかも作れるようになるだけじゃなくて、顧客満足度もめちゃくちゃ高い商品になります。さらに完成した後どのサイトで販売した方がいいかとかも解説します。難しそうだなと思いました？大丈夫です。実践していけばすぐ理解できるようになります。早速なんですけど、コンテンツ作成のロードマップがこちら。まず大まかに流れを伝えると、1、マインドマップにノウハウを具体的に文章化してまとめる。2、キャンバなどデザインツールでスライド作成。3、パソコンの画面録画でノウハウ動画の撮影。4、カット編集や BGM 入れ、字幕挿入など。5、販売ページの作成。6、決済会社の審査やコンテンツのサムネイル外注、プロモーションの戦略など。こんな感じになってます。うわー長いと思うかもですけど、こういうしんどいことから逃げてたらいつまで経っても収入安定せんし、月100万なんて夢のまた夢ですよ。向き合っていきましょう。じゃあ細かく解説していきますね。まずは1のマインドマップにノウハウを具体的に文章化してまとめる。そもそもマインドマップって知ってます？こんなやつです。枝葉のように思いついたことを羅列して書いていけるツールなんですね。こんなんめんどくさいってなると思います。わかります。ぶっちゃけめんどくさいです。ただこのマインドマップを最初に使ってノウハウをまとめないと大変なことが起こります。何が起こると思います？答えは質の低いコンテンツが出来上がってしまうです。なんでマインドマップを使わないと質が低くなるんって思うかもしれないんですけど、これには明確な理由があります。よく何も考えず思いついた順でスライド資料を作って動画撮影してしまう人がいるんですけど、こういう作り方をしてしまうと何話も作っているうちに内容が被ってきて同じ話を何度もしてしまったりとか、レクチャーする内容や順番がぐちゃぐちゃになります。その結果お客さんがわけわからなくなってしまうみたいな現象が起こります。その結果満足度が低くなったりクレームまで出る羽目になると。最悪ちゃいます？悪いレビューがたくさん出てきてしまうと信頼がガタ落ちしちゃいますよね。悪評が原因で全く商品が売れなくなって商売を畳むことにもなりかねへんのです。なのでユーザーファーストでコンテンツを作っていくことはもはや当たり前という基準値でやらないとあかんのです。でも実はほとんどの人はできてない。だからみんながやらんからこそやる。これだけでライバルが消え去ります。ただマインドマップって言ってもどれ使えばいいのって思いますよね。なのでおすすめのマインドマップを紹介します。正直今からご紹介する2つのどっちかを使えば OK です。おすすめのマインドマップはマインドマイスター、X マインド、この2つ。この2つの違いは何かっていうと、マインドマイスターはオンラインでリアルタイムにマインドマップの共有ができるっていう点、 X マインドはそれはできないっていう点。これだけです。リアルタイムで共有ができると完成後にここ変えたいなと思った時に変更ができるんで、スライド作成をデザイナーさんに外注する時にめんどくさいことにならんくて済みます。なのでスライド作成を外注しない方は X マインドで、全て外注してデザイナーさんに作ってもらうっていう方は迷わずマインドマイスターを使ったら OK です。ちなみに僕がコンテンツを作るときはスライド作成を全て外注してます。マインドマップにノウハウを全て落とし込んで動画35話分ぐらい外注しました。めちゃくちゃお金かかりそうって思いました？ぶっちゃけ2人のデザイナーさんに分担してやっていただいたんですけど、時給1500円ぐらいでやってもらって9万円ぐらいで済みましたし、1週間ぐらいで全て完成しました。え、高って思う人多いと思うんですけど、これ時間の価値を考えるとめちゃくちゃ安く済んでるんです。いやいや高いってなります？いいえ、安いんですよ。なぜならその他にも動画編集で30万、デザインで4万ほどかけたんですけど、合計40万ちょっとを投資して1ヶ月でコンテンツを完成させた結果、今年1月の売上が1931万円になりました。商品作るのに40万しかかかってへんのにそれが1900万とかになるんですよ。すごいリターンやと思いません？だからガンガン外注するべきなんです。時間を買って自分がやるべきことに集中した方がお金って増えていくんです。目の前のお金が減ることしか考えられへんか、リターン見据えて投資できるか、ここで大きな差が生まれてくるんですよね。ただあなたが今貯金ゼロの状態やと外注にお金使うの躊躇するな、てか無理やなってなりますよね。やから最初は自分でやってみて少し余裕が出てきたら外注するといいです。ガンガンお金を使ってお金を稼いでいきましょう。でもちょっと待って、自分の知識だけじゃ薄いコンテンツになりそうと思った方もいますよね。安心してください。自分の知識だけじゃなくて既存の情報も集めてまとめちゃいましょう。そもそも最新の情報とかノウハウってノーベル賞とかを受賞するレベルの心理学者さんとかそういうとこからしか降ってこんのです。でもそんな偉人に直接会うとか無理ですよね。やからネットで調べたり本を読んだり教材を購入したりして仕入れるんです。情報を集めてまとめることをキュレーションって言います。いや情報を集めるくらいみんなできることやんと思いました？実は情報型で何がいいのか何が正しいんかを見極めるのが難しい現代だとこのキュレーションにめちゃくちゃ需要があります。例えば一言でダイエットって言ってもいろんな痩せ方がありますよね。ひたすら運動しろとか筋トレしろとか食事制限したり断食するやり方とかもあります。でもそれぞれの痩せ方にもいろんなノウハウがあるし、どれが正しいとか調べてもよくわからんくないですか？あなたも痩せたいけどいろんな情報が転がってて何を実践するのが正しいのかわからんくて諦めたみたいな経験ありません？結構ありますよね。僕も炭水化物を抜こうみたいなダイエットに挑戦して5キロ痩せたのに即リバウンド
した経験があります。そこからは独学やと何したらいいんか分からずじまいでした。ここで何を実践すればいいんか分からんって人のために自分で情報を集める必要があるんですよ。そこでやるべきことが情報を集めてまとめるなんです。具体的なやり方も少し解説しますね。例えばニーズがリバウンドしないダイエットが知りたいやったとします。これやったら Google とかでダイエットリバウンドしないとかで調べてメモにまとめる。簡単にできそうでしょ。あともし聞けそうなら直接パーソナルトレーナーさんとかにリバウンドしないダイエットってどんな感じでやってるんですかとか聞いたり、とにかくやれること全部やって情報を集めていきます。他にも専門の本を読んだりして情報を得る。これがキュレーションなんです。こういう集めた情報と自分のノウハウを掛け合わせることで再現性が高い受講生も納得のコンテンツができます。これらをマインドマップにまとめていくのが最初の作業ってわけです。じゃあ話戻しますけど、マインドマップにノウハウをまとめたら次はスライドを作成していきます。まあここはぶっちゃけデザイン知識がないといいものは作れないんで、最初から外注してもいいとは思います。結局お金をかけなかったことで醜いコンテンツが完成したら顧客満足度が上がらず口コミも生まれない。結果いいことないんですよね。僕もずっと自分でやってきたんですけど、結論持ちは持ちや。プロにお願いした方がスピードも速いしクオリティも高いんです。それでも自分でやってみようっていう方もいらっしゃいますよね。そんなあなたはキャンバっていうデザインツールを使ってみてください。これ僕も使ってるんですけど、スライド作成だけじゃなくてその他どんなデザインでもテンプレがたくさんあるんで、素人でも割とうまく作れるようになってます。キャンバのアカウントを作ってツールをインストールしたら、プレゼンテーションっていうテンプレートがあるんでそれを開きます。そしたらこういう白紙の16対9の画面になるんですね。完全初心者だとデザインとか全くわからんって方がほとんどですよね。なのでそういう方は左のテンプレートってとこからいい感じのを選んでクリックしてください。そしたらこんな感じでテンプレートが反映されたスライドができます。あとは中の文字を変えたりイラストを変えたりして作ればノウハウをまとめたスライドが完成します。もしくはテンプレートだけでもデザイナーさんに依頼してサクッと何パターンか作ってもらって、それを元に作っていくのもおすすめです。ちなみに僕の講座だとキャンバのスライドテンプレートっていうのを配ってるので、受講生はそれを使ってスライドを高クオリティで作成してます。スライドが完成したら次は動画撮影です。これはシンプルで画面録画で撮っていくだけ。でもどうやって画面録画するん？パソコン初心者やからわからんという方もいらっしゃいますよね。これは Mac ユーザーならめちゃくちゃ簡単で、コマンドプラス上矢印プラス5を押したら最初から入ってるクイックタイムプレイヤーっていう画面録画ツールが立ち上がります。立ち上がったらオプションからマイクの設定とかだけしっかりして収録ってとこ押すだけ。これだけでめちゃくちゃ簡単に画面録画できます。動画の保存先だけ先にスクリーンショット動画みたいなフォルダ作ってそこに設定しておいたら管理も楽なんでおすすめです。じゃあ Windows ユーザーはどうすればええねんって方もスクリーンレコーダーっていうツールをインストールしたら問題なく画面録画できます。ぜひやってみてください。ちなみにまだノート PC とか持ってないって方は2013年11月現在やと M1 Pro の MacBook Pro でメモリ 16GB 以上のものがおすすめです。もしくは M2 の MacBook Air で同じくメモリは 16GB とかがいいです。メモリいっぱい積んでるほど処理速度が速いので画面録画収録時にカクカクしたりすることもなくなりますよ。意外とやってみればできそうじゃないですか。何度もこの動画復習しながら行動すればマジでコンテンツが作れるようになります。実はここまで来たらもう商品も完成間近です。頑張りましょう。じゃあ次、画面録画でコンテンツ動画が撮影できたら受講するお客さんのために分かりやすく整える必要があります。そんなことしなくてもそのまま提供したらよくねと思うかもですけど、例えばあなたが動画見ててめちゃくちゃ噛んでたり間が空いたりみたいな言葉が挟まってるコンテンツ動画集中して見れます？なんかやる気そがれちゃいません？結局ユーザーファーストで考えるんやったらそこもしっかり整えなあかんのです。やから撮影が終わったら噛んだり間違えたりしてるところちょっとした間とかも含めてギチギチにカットして BGM と字幕もつけましょう。ほんまにこれやるだけでめちゃくちゃ見やすくて何度も勉強できましたという口コミが出るぐらい顧客満足度に差が出てきます。とはいえ動画編集ソフトっていっぱいあるやんな、どれ使えばええのと思いますよね。僕もいろいろ使ってきたんですけど、これがベストってソフトがあるんで紹介します。そのおすすめソフトは Adobe Premiere Pro です。他にも Mac 純正の iMovie とか Filmora、 他にも Final Cut Pro みたいに動画編集ソフトはいろいろあるんですけど、 Premiere Pro が圧倒的に使いやすかったです。何がいいかっていうと、まず動画編集ソフトってカット編集を何箇所もしてたらめっちゃ重なるんですよ。最初は軽いんですけど、しばらくカット作業してると一つカーソルを動かしただけで1分とか動かんくなったりします。鬼のように固まるんですね。正直 Filmora とかはストレスマックスで作業してられんかったです。でも Premiere Pro やったらどれだけ編集点を追加しても固まることがなくて常にサクサク動いてくれたんですよね。快適すぎて僕はもう他には戻れんくなりました。ちなみにこのソフトは有料で、個人やったら月額2728円で使うことができます。コンテンツ販売やるんやったら絶対契約しといた方がいいです。え、別に全部外注したらよくねと思うかもしれません。確かに資金が潤沢にあるんならいいんですよ。でも資金がない時に1本7000円とかかかるんしんどくないですか？例えばコンテンツ動画30本お願いしたら単価7000円やったら21万します。さすがに高いですよね。なので時間さえ割けば自分でできるんで、ここは最初月額ちょっと払ってやった方がいいですね。自分でカットしたらどれぐらい詰めてカットしたらええんかみたいな基準値も分かる。
かるわけです。でもやったことない状態で外注して適当にカットされちゃったらいいものか悪いものかもわからんくないですか。だから経験値を貯めることも考えて自分でやるのがおすすめです。で、外注できる資金がコンテンツ販売で潤ったらフル外注しちゃいましょう。さて、動画編集ができたらコンテンツ完成おめでとうございます。ここまで来たらもう販売間近の状態なんですよ。ここからお客様に商品の代金を決済してもらうための販売ページを作りましょう。いわゆるランディングページ LP って呼ばれるやつです。そんなん作らんくても X とかでそのまま決済リンク貼ればよくねと思うかもしれませんけど、これはもう最悪です。わかりやすく言ったら、あなたの家にピンポーンってインターホンを鳴らしてきて、はじめまして、商品発売しました、買ってくださいと言われるようなもんです。じゃあめちゃくちゃ作り込んだ販売ページ作らなあかんのと思うかもですけど、これまたそんなこともないんですよ。あなたが広告費をかけて集客して販売するんやったら、お客さんに信頼してもらう必要があるんで、めちゃくちゃ作り込んだ LP を作る必要があるんですけど、僕が教えてるマーケ手法やとシンプルな LP で大丈夫です。なんでやと思います？さっき話したようにファンを作ってから販売するんで、優位性をアピールしたり線でも買ってもらえるんですよ。じゃあ販売ページの作り方なんですけど、これまたかなりシンプルな方法です。ブログとか立ち上げたことある人ならわかると思うんで飛ばしてほしいんですけど、まずネット上の住所であるドメインを取得します。何々 .com みたいなやつがドメインですね。これはお名前 .com というサイトとかで取得できます。取得できたら次はレンタルサーバーの契約、 X サーバーとか桜サーバーとか割とどこでも OK です。契約できたら先ほど取得したドメインを使ってワードプレスのサイトを開設します。さっき教えた X サーバーとか桜サーバーやと簡単に連携できるんでやってみてください。さっきから何言ってるかわからんという方は、ココナラみたいなクラウドソーシングのサービス使ったら2000円から3000円でホームページやブログの開設代行してくれる人がいるんで探しましょう。ここまでできたら、あとはカラフルっていう有料のテーマを購入して導入する。そしたら LP を自分で作れる土台が完成するんで、あとは作成していくだけです。とはいえこんなことやってたら何ヶ月も何年もかかりそうとか、そもそもライティングスキルないので挫折しそうと思いますよね。だから僕の講座だと受講生にそのまま LP 渡してるんで真似して作ってもらってます。だから挫折せずやりきれる人ばっかりです。近道できるのが有料講座のいいとこなんですよね。もっとクオリティ高いものを作りたいって人はプロにお任せしましょう。簡単な LP やったら20万ぐらい、凝ったものやと30万以上はしますけど、めっちゃいい感じのを作ってもらいますよ。最初にしっかりした LP 作ってたら、そのページが自動で売り続けてくれる優秀な営業マンになるんで、将来的には投資と思ってデザイナーさんに依頼するといいです。ここまで終わったら最後には決済代行会社に審査してもらって OK が出れば、お客様にクレジットカードでの決済とか分割決済をしてもらえる環境が整います。長えよと思いましたよね。わかりますけど、これでも商売の中でもめちゃくちゃ楽な方なんですよ。例えば飲食店の作り方って知ってます？まずは物件探しから始まりますよね。その後内装デザイナーさんと施工業者さんに依頼して、消防法とかもクリアせなあかんし、しかもコンセプトとか決めてメニューも作って看板も作ったり、その他広報活動とかで TikTok とかインスタとかで必死に PR せなあかんわけです。店出すのに最低でも数百万、平均で1000万以上かかりますから。しかも利益率って平均5から 8% ですよ。毎月1000万売り上げても50万とか80万とかしか利益残らへんのですよ。めっちゃ難しいと思いません？その点コンテンツ販売はチートです。オンラインだけで完結して、今日教えてるステップさえ踏めば商売ができる。しかも利益率 90% とかなんですよね。なのでこれからあなたも月に数十万数百万行くとこまで行けば、数千万億の世界も普通に目指せます。稼ぎたいんやったら最低限これぐらいの努力はやりましょう。さて、決済代行会社さんなんですけど、インフォカート、エキスパ、他にもユニバペイキャストさんなどがあります。僕的にはユニバペイが一番おすすめなんで、商品売りたい人は審査通していきましょう。やっとこさ4に進めるって感じなんですけど、ここまで来たら売れる仕組みを作るです。売れる仕組み？何それ分かんないよってなりますよね。簡単に言ったら販売動線のことです。ジャパネットとかみたいなテレビショッピングの番組やったら、動画で見込み客を教育して欲しくさせて、コールセンターとかホームページから注文してもらう、こういうのが販売動線なんですよ。そんなん個人で作れるかいと思いますよね。実は作れちゃう時代なんですね。これが情報感度高い人は知ってますよね。最近企業も個人も LINE とか使って商品のオファーしてるの。これを構築するだけで売れる仕組みは完成するんですよ。じゃあどんな販売動線組まなあかんのってなりますよね。僕が受講生にも教えてる最新の販売動線をこっそり内緒で教えますね。例えばこんな感じ。僕が5万円の商品を1ヶ月で380個売り上げて1931万稼いだのもこの販売動線です。動線を解説すると、まず YouTube や X で普段から濃い価値提供をします。有料で販売できるようなレベルの情報を無料で出しちゃおうっていう戦略ですね。そしたら発信を見てくれてる人は、この人すごいな、めっちゃ教えてくれるやん、この人から学びたいってなってくれるんで、その後プレゼント企画とかで LINE 登録とかオファーしたら集客できるんですね。そしたらぶっちゃけ僕の YouTube でも誘導してるんですけど、概要欄から LINE へ集客します。集客した人たちのことをマーケ用語でリストって言うんですけど、集客できたら次にやるのが顧客の絞り込み、専門用語でスクリーニングって言います。僕の動線やったら LINE に集客した後、なんとなく入ってきた人に離脱
してもらうためにさらにメルマガへ誘導します。メルマガに登録したらサンクスページっていうメルマガ登録してくれた人だけに表示させるページが設定できるんで、そこで見込み客を教育するんですね。今だったら長尺の動画1本でなんとなく学んでみたいっていう状態から、学んだらこんな未来が手に入るんだ、やりたい、見込み客の熱を上げていくんですね。そしたらその長尺動画の最後で商品のオファーをすると、これだけで勝手に売れていくんですね。売れる仕組みってのはこうやって作られてます。いろんな心理学を応用したり、買ってほしくない人に買われないようにスクリーニングしたりね。僕の受講生がなんで成果を出せてるのかというと、この販売動線も丸パクリできるし、見込み客を教育する長尺動画もその5万5000文字の動画台本も全部渡してるんで真似できるようになってるからなんです。実例やと受講生の神山さんが全く同じ施策を真似していただいて、初めての商品リリースで390万円売り上げ。他にも筧さんは僕の動線真似していただいて広告打った結果1億8000万円を一撃で生み出しました。でもここでそんな仕組み作らんくても SNS で直接売ればええやんと思うかもなんですけど、それは悪い意味でやばいことになるんでおすすめできないんですよ。こういう SNS で直接商品をオファーすることを専門用語でオープンマーケティングって言うんですけど、これのリスクがすごいんですよね。例えば買われたくない人に買われてクレームにつながったり、そもそも買いもしないし、あなたのことを知りもしない人がありもしない批判をしたり叩いてきて炎上するみたいなリスクがめちゃくちゃ高まります。こうやって炎上しちゃうと悪いことしてないのに詐欺師みたいなイメージがついちゃうんで、今後商品が売れなくなったりします。いわば発信者としての賞味期限が切れます。こうなったら1年も続かずに消えることになっちゃうんです。だから必要としてる人にだけ届ける必要があって、そのための販売動線なんです。ここちゃんとしてるとちゃんと成果出してくれる人みたいな質のいいお客さんが来てくれるんで、リスクに怯えることもなくやりがいのある仕事ができるようになります。だから売れる仕組みって強いんです。ちゃんと仕組み作りましょう。ただ販売動線作っても集客しないと商品は売れんくないですか？そう、当然どれだけいい商品作っても売れる販売動線用意しても誰も見てくれない、イコール誰も買わないんです。めちゃくちゃおもろいゲーム作れたのにどこにも公開せず自分で喜んでるだけって感じです。もちろん売り上げはいつまでもゼロ、そうはなりたくないですよね。なので最後のステップとしてちゃんと集客できるようにしないといけないんです。ただ集客って言っても人を集めるだけじゃあかんのですよ。信用を積み重ねてファンになってもらってから集めるのが大事。逆にこの2つを心がけてたら、こんな感じで商品をどうしても買いたいです、講座を受講したいですと何のオファーもしてないのに DM や LINE に問い合わせをいただき、一切のセールスなしで54万の講座が売れていくようになります。今の僕はこんな感じで別に誰にも押し売りしたりしてないのに欲しがってもらえるんです。逆に同じことを心がけてコツコツ活動してたらあなたも同じ状態になれるかもってことなんですよね。いやーでもそこまで行くには何やったらええかわからんって思いますよね。なので僕がどんなことを発信してるかっていう実例もお教えしますね。 X においては1有益な発信、2ストーリー、3実績公開、この3つを使い分けてポストしてます。まず1有益な発信なんですけど、これがめちゃくちゃ大事で、有料で販売してもいいような内容とかわざわざ一つずつ調べないと理解できないような内容をまとめて発信したり、自分のノウハウを長文で公開したりしてます。この無料でのギブがボクシングでいうジャブみたいな感じで後々効いてくるんですよね。2ストーリー、なんかよく偉人の言葉を引用して大事な本質をつぶやいてる人いますよね。そしてなんかフォロワー3万人ぐらいいる何の人かわからんけどすごいアカウント、これになったら終了です。実はフォロワーだけ多いインフルエンサーはこういう薄いポストしかしてなくて、売れてそうで商品売れてないっていう裏の闇があります。共感のみでフォロワーを増やしてるんですけど、こういう自己啓発系の内容ってもう今はありがちやし、人にファンはついても商品を買おうってはならないんですね。薄い発信で薄いファンがついて終わりです。ただ集客する上では必須なんですね。え、いらんって言うたやんって思うかもなんですけど、バランスが大事なんです。ノウハウ系でギブして、こういうストーリー系ツイートで共感を得てファン化する、これで初めて濃いファンができて買わせてくださいって言われるようになります。あとは3の実績公開、これがめちゃくちゃ大事です。最重要項目、僕はこれし始めてからめちゃくちゃ売れるようになりました。なので X から商品売る初心者の方はなんとか顧客を獲得して成果を出させる、ここまで気合で持ってってください。モニター制募集とかで少数のお客様に必死でサポートして実績を出させる、実績出してもらったら報告してもらったり対談動画撮影するんです。こういう信用を獲得できる材料が溜まってきたらもう集客なんてイージーすぎます。寝てても人が集まるレベルです。こういう3種類のポストを心がけて毎日欠かさず発信することで質のいいフォロワー、つまり見込み客を集めることができるようになります。辰巳先生、フォロワー数って大事ですか？はい、もちろん大いにこうしたことはないです。ハロー効果って言って、例えばフォロワーが多かったらこの人ってすごい人なんだって印象が引っ張られる心理が働くんで、100フォロワーよりは1000フォロワー、1000フォロワーよりは1万フォロワーの方がいいんです。でも数だけ増やすのはマジでやめてください。え、数大事なんでしょって思ったかもですけど、それよりも大事なのが質なんです。言いましたよね、薄いフォロワー集めたインフルエンサーは商品マジで売れてないって。相互フォロー、拡散グループ、自己啓発のみの共感
万ポスト、こんなんコツコツ積み上げて1年で5万フォロワーいっても売り上げマジで上がらんのですよ。それよりは1000フォロワーでも濃いファン集めた方が売れます。これ見ていただいたら分かるんですけど、1000人だけでも自分の発信に興味がある濃いフォロワーを集めた人って商品リリースしたら多ければ1000万とか売り上げるんですね。僕の受講生の匠さんは X のフォロワー800人で月収100万円安定を達成、コンサル受講生に成果を出させてめちゃくちゃ感謝されてますし、最近新しくリリースした企画でも Twitter のフォロワーたった1500人で月収500万円を達成されました。対してさっき言ったような薄い発信してるインフルエンサー、1万人とにかく数だけ増やした結果売上はご覧のように10万円。でも逆に1万人の見込み客に近いフォロワーを増やしたビジネスインフルエンサーなんかは1回リリースしたら1億とか売り上げます。これでどんな発信でどんなフォロワーを増やすかで未来が変わるってのが分かってもらえたと思います。だからフロントの発信こそサボらずクオリティの高いものを出し続けた方がええんですよね。絶対に忘れんとってください。こんな感じで商品作るとこから売れる動線作り、そしてあとは集客さえできるようになったらその母数を増やすだけで毎月自動で50万100万200万売り上げ増やせるようになるんです。正直こういう売れる仕組み作るだけじゃなくて、さっきの匠さんみたいに商品リリースしましたって企画やった方が初心者の人は月100万とか簡単に超えれるんで、そのやり方も教えますね。正直これで完璧です。コンテンツ販売をやる上で最も売り上げが爆発的に上がる方法があるんですよ。え、何それ知りたいってなりますよね。答えはプロダクトローンチです。なんか英語でかっこよく言ってますけど、意味的にはプロダクト、商品をローンチ、打ち上げる、つまりリリースするってことなんです。なんやそういうことか、商品を打ち上げるんか。いやちょっと待ってください、それじゃあ自己満花火で終わっちゃうんで。わかりやすく言うと、実はアップルとか任天堂とかみたいな大企業こそやってるんがこのプロダクトローンチっていう手法なんですよ。プリプリローンチ、プリローンチ、ローンチという手順を踏んで段階的に顧客を教育してから商品をリリースする手法です。ある意味お祭りみたいなイメージですね。なんでお祭りを例に出したかっていうと、そもそもアップルのプロダクトローンチ手法ってまさにお祭り感を出して見込み客をワクワクさせて購入させてるんですよね。見たことないですか？ iPhone とか MacBook の新作出す前にチラッと情報流出させて、ついに今年あれが出るかもみたいに話題にさせたり、何月何日に新製品発表会やりますみたいなのを X の広告で出したり、これがワクワク感を煽るプリプリローンチなんですよ。このやり方を応用して僕は今年の1月に3日で3000人、7月にも同じくらい集客できました。つまりプリプリローンチはお客さんを集めるための予告をして期待値調整をすることなんです。で、この後のプリローンチなんですけど、集客した後の教育ですね。 Apple なら新製品発表会で噂されてた iPhone の新作が発表されて、その新しい機能を使ってユーザーが得られる未来を想像させて、うわ欲しいなと思わせるパートです。で、ローンチ、ついにリリースなんですけど、この新製品発表会の終了後すぐに予約開始みたいな感じで告知して、みんな発売日に欲しいんで一気に予約が殺到すると。このステップを踏んでるから、いつもアップルの新製品って発売日に手に入らないことが多いんですね。逆に言うと、突然明日新しい MacBook 出しますとか言ってもほとんどの人は困惑するし気づかない、なんならあれこれ前のと同じモデルの広告とか勘違いするような人も出てくると思います。だからこのプロダクトローンチでしっかり告知して、集客、教育、販売とステップを踏むことが一番売り上げを上げれるんですよね。ある意味遠回りって最強です。で、僕もそんな Apple はじめ大企業と同じプロダクトローンチの手法を使った結果、1月に働かずして1931万円、7月には3147万円の売り上げを従業員ゼロで生み出すことができました。どんな順番でやったんって思いますよね。なので軽く説明していきますね。こちらを見てほしいんですけど、僕の場合は X、 当時まだ Twitter やったんですけど、こんなプレゼントを無料で配りますよ、こんな企画作ってますよとフォロワーに向かって中身を全部見せてワクワク感を煽ってました。で、プレゼント企画の日程が近づいてきたら、何月何日何時についにプレゼント企画を開始しますと、ワクワクのボルテージを最高潮に上げていきます。これがプリプリローンチですね。で、プレゼント企画当日になったらめちゃくちゃ多くの人が殺到して LINE に登録してくれたんですね。で、集客したら、この動画の途中でも言ったようにすぐにメルマガに登録して、意欲の低い人はスクリーニングしてます。で、メルマガに登録してくれた人に対しては長尺の動画1本を見てもらったんですね。で、その動画の中で見込み客の方を教育して購入意欲を煽りました。これがプリローンチです。そしてその長尺動画の中で商品のオファーをして、動画の下の購入ボタンから買えるようにしてたんですね。これがローンチです。こういう販売動線をちゃんと作ってたから、プレゼント企画から1931万円っていう大きい売り上げをたった一人で生み出すことができたんですよ。これを講座ではがっつり真似できるようにしてるんで、ご覧のように受講生の高梨さんはローンチして27名の説明会参加者に対して売上573万円達成。他にも AI× コンテンツ販売の奥山さんも年商1億ペースなどバコバコ成果出まくってます。だからこの手法って再現性マックスなんです。月収100万円達成なんて正直余裕です。あとはそれをやるかやらへんかだけなんですね。結局2000人以上の生徒さん見てきて結果出してくださるのって、黙ってやる人だけでした。
した。なんかやってる感見せたいとか、とにかく質を考えずに薄い発信だけ量こなしてる人はいつまでも結果出んかったです。正直今までこういう情報業界っていい面しか見せてなくて、誰でもやったら結果出るみたいに言ってましたけど、そんなわけあるかいって話ですよ。正直必死でやってる人には副業程度の人が勝てるわけないんです。気持ちの強さってマジで行動に出てきますからね。やから本気で今困ってるとか、どうしても家族養っていかなやばいとか、そういうやる理由がある人以外はチャレンジせん方がいいです。時間の無駄になっちゃうんで。でも逆に危機感ある人はしっかり僕のチャンネルで学んで行動してもらったら確実に結果までつなげていけるんで、絶対諦めずにやっていきましょう。僕の7年前なんてマジで地獄で、1円も貯金ないのにコンサルで100万騙されて、仕事に必要やからさらに25万借金して MacBook Pro 買ったりして、マジで背水の陣状態であったんです。それでもセンスなくて300人に営業しても1件も売れへんし、もう無理かなって思ったこともめっちゃありました。けどどうしても親孝行したい、どうしても自由な生活したい、バンドしたり好きなもん買いたいって思って諦めずにやったら、7年で 4.7 億とか稼げましたし、こうやって2冊も本出せて Amazon ランキング1位とかも取れました。結局夢とか目標の強さがモチベーションやったんですね。諦めんと正しい方に努力したら絶対人生変わるんで、一緒に頑張りましょうね。まずは今日教えたロードマップを何回も復習してみてください。2回目3回目って見ることで理解深まっていくんで。ただそうは言っても今日の動画だけじゃ流れは教えれても超詳しい部分までは教えることができなかったんで、足りない部分をもう全て理解してもらえるレベルで凄まじい量のプレゼントを用意しました。正直これ全部隅から隅まで見てもらったらこれだけで稼げるやんっていうような13大特典を概要欄に貼ってあるリンクから LINE に飛んでもらうだけで無料でゲットできます。月収20万円の貧乏会社員から7年で96倍の月収1931万円達成、従業員ゼロのたった一人で売上 4.7 億、純利益 4.4 億、 Twitter のフォロワー15万人、今までに2冊の本を出版し Amazon ランキング1位獲得、全く労働せずに3日間で既存リストから3700人、 Twitter ではさらに3383人集客、3日で1000万円売上、口座の売上ランキング日本1位を10回以上獲得して、受講生の売上も 5.2.6 億円を突破させた、この動画を撮ってる間にも自動で商品が売れ続けてる悪魔的マーケティング手法を解説する、月1開催のスライド数450枚超え、2時間の超有料級無料セミナー、最新版コンテンツ販売×自動化マーケティング 3.0 完全攻略シークレットオンラインセミナー受講権利、そして事業者のみの審査制ですが個別相談の権利、個別相談に来てくださったら一人一人に合わせた今後の行動指針や戦略を一緒に考えたり、悩み解決の方法を提示させていただきます。2、48000文字、146ページの超大作、完全新作の電子書籍、完全版コンテンツ販売×自動化 3.0、 3、15671文字、68ページの完全新作電子書籍、コンテンツ作成 100% 成功ロードマップ、4、スライド数37ページの PDF マニュアル、受講生がフォロワー300人で月収100万円を達成した最短最速で成果につなげる弱者の戦略マニュアル、5、スライド数67ページの PDF マニュアル、1日たった1時間労働で月収1931万円を達成したコツを徹底解説、最小限の努力で最大の結果を出す5つの戦略、6、40枚の図解スライド集、コンテンツ販売×自動化完全攻略、7、55500文字、147ページコンテンツ販売の本質徹底解説電子書籍、8、動画時間1時間20分、明日から月収100万円を狙えるようになる即効性抜群本質ウェブセミナー、9、動画時間53分、永続的に稼ぎ続けれる人材になれる超基礎講座、10、動画時間37分、時給が無限になる世界へあなたを連れていく自動化の基礎、11、動画時間37分、超効率的自動化思考、12、動画時間45分、僕が宝島社から出版してるストレスポイ捨て企業術という書籍の購入者限定配布コンテンツ、自動で売れるヤバい仕組み作りマニュアル、13、全7話45分、自動で売れる仕組みが学べる音声コンテンツ、ビジネス自動化オーディオブック、シークレットオンラインセミナーでは450枚以上のスライドでコンテンツ販売×自動化×動画の最新の売れすぎマーケティングを徹底的にレクチャーします。こちらの電子書籍では僕自身が売上 4.7 億、利益 4.4 億、労働ゼロで最高月収1931万円を達成し、受講生も続々と月収500万以上稼いだり、日給100万以上を達成し、年商1億も目の前になっている世界最先端のコンテンツ販売×自動化 3.0 を解説した日本人の 1% も知らない販売動線、集客方法、動画マーケティングをこの書籍1冊146ページの大ボリュームで完全解説してます。さらにこちらの電子書籍は読むだけで誰でも商品が作れるようになる3ステップノウハウを15671文字、68ページで本1冊に凝縮しました。他にも解説しきれないくらい合わせて7時間以上の動画、文字数15万文字以上のコンテンツ、合計13個のプレゼントを無料配布します。また最新版コンテンツ販売×自動化
3.0 完全攻略シークレットオンラインセミナー、もしくは事業者限定の個別相談に参加してくださった方にはさらに5つの特典を無料配布します。全部新作、全部無料です。まずこれやばすぎます。動画時間36分、3年で売上20億、自動で月収1億のお猿さんとの対談動画、これも完全新作、16,943文字、69ページ、一撃で売上爆増、寝てても売れるセールス心理学10選、完全解説電子書籍、たった9分で完璧に理解できる、3日間で3400人集客、売上1000万円を達成したプレゼント企画&販売動線完全解説動画、文字数10万オーバー、 YouTube 長尺台本書き起こし&サムネイル5選、有料講座参加権利&VIP 限定価格チケット、これらも用意してます。無料プレゼントだけじゃなくてオンラインセミナーや個別相談にも参加したい方はぜひ楽しみにしておいてください。ちなみに今話した全部で18個の特典全部無料です。ここでは紹介しきれないんですけど、有料講座の参加者にはさらに追加で僕の台本や販売動線などを完全コピーできて即成果につながる全33個のヤバい特典も用意してます。超楽しみにしておいてください。つまり合計50個のプレゼントを用意しました。欲しい方は概要欄のリンクから無料で配布してるんで受け取ってほしいんですけど、ただこれらの特典は全部期間限定配布で、次の企画をやるときには予告なしで突然受け取りリンクを消します。受け取れずに後悔するんが嫌やったらぜひこの機会に受け取っておいてください。いやいや、こんなに無料で配るん絶対裏あるやんと思いますよね。なので包み隠さず理由を言ったら、僕は法人コンサル、事業者向けコンサル、他にも講座を販売してて、そっちで十分な収益があるんですね。なので情報は無料で出すスタンスなんです。で、無料で講義内容を体験してもらって、内容に価値を感じていただけた方には僕の講座にも参加してもらいたい。だからプレゼント企画も開催します。もし裏の目的があるならこれが全てです。で、最近みんな言ってますけど、ガチでこれが全てです。受け取り方法をまとめたら、この動画の概要欄から LINE の URL をクリックする、これだけです。サクッと3秒ぐらいでやってみてください。他にもこの動画だけじゃなく、自動で売れるコンテンツ販売かける自動化の学び逃しをするのが嫌やっていうあなたはチャンネル登録もお願いします。じゃあ今日話した内容なんですけど、そもそも月100万稼げるようになるには何からやればいいかっていうと、安定して稼ぎ続けられる方法って何かっていうのを知ることで、人の悩み解決、面倒くさいを解消するっていう、誰かへの価値提供をすることをやっていくってことですよね。で、月100万稼げる副業の4つの条件は、1、少ない資本で始めることができる、2、在庫を抱えない、3、利益率が高い、4、定期的な収入が見込めるでした。で、それらを満たしている最強のチートビジネスがコンテンツ販売でした。稼げない人がやりがちなこと3選が、1、自己流でやる、2、商品の安売りをする、3、目先の利益を追求する。で、そもそもどんなサポートをしてあげたら顧客の成果につながるのかは、1、管理する、2、動画音声で返信する、3、受講生のマインドを整えるでした。そしてコンテンツ販売での月100万必達ロードマップが、1、自分が今まで解決した悩みを書き出す、2、売る商品を決める、3、商品を作成する、4、売れる仕組みを作る、5、信用を積み重ねて集客する、これでしたよね。あとはプロダクトローンチ、この手法が一番大きく売り上げを出していける手法で、プリプリローンチ、プリローンチ、ローンチの順番で顧客を集客、教育、販売していくっていうものでした。しっかり手順を踏んでいくことによって、大きい売り上げってのは自然に生み出せるようになります。とにかく顧客にギブしていくこと、これを忘れんとってください。もうここまでしっかり勉強しているの素晴らしすぎるんで、あとは行動するだけですね。サクッと努力して結果出して月100万達成しちゃいましょう。これからもがっつりやり方発信していくので、ちゃんとついてきてくださいね。特典受け取り忘れないですよね。概要欄の LINE ポチッとタップするだけですよ。さて、勉強するだけじゃなくて、コメントでアウトプットとか感想とかも書いてくださるとめっちゃ嬉しいですし、内容忘れんくなりますよ。これからも上がっていく今日みたいな濃い動画を見逃したくない方は、もう一度言いますけど、チャンネル登録とベルマークのクリックもサクッとやっちゃってください。ということで、今日も最後まで長いこと見てくださって本当にありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。辰巳でした。